あれ、ケータキュン、なんだかそわそわしてません？実は俺誕生日なんだよね。しかもみんながサプライズパーティーしてくれるみたいなんだ。気づいてないふりしなきゃ。むむ、あれはネタバレリーナ。何かネタバレされそうな予感。さて、俺っちはニャンとチョコボー工場に行っちゃうニャン。リサ、この工場なんだかいろんな妖怪がアルバイトしてるみたいで。リサ、次回はみんなでチョコボー